把任务解完好了。意思就是非我族类，其心必异。コモダの村、ここに族が。これで作戦はどうなる？所以你刚刚说到的好的视频赞助或分享少了，也是潜意识的关系。什么什么赞助什么潜意识的关系？嗯，哎，怎么又弹起来？给你钱是一门很高深的学问，很多人都会打一大段又长又臭的抖内，可是重点多数在前三个字。啊，怎样？頼むよ、見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女が、ハルオっていう族の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキ。だけどハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。サキの家族の敵討ちに参った。消え失せろ。消え失せろ。サキに確かめなければ。回去找找自。急杀强盗，非必要。既然非必要，就不杀了。他找祭在哪里？咦，找祭在哪里？完了。不知道找祭在哪里我记得是我拯救了村子的其中一个。给你钱是一个会传染的症状，不然你等两分钟看看。哎，我不信，我就等两分钟看看，我看十二点的时候会不会有不一样的传染症状。我是觉得很感触，我找到文章分享给你。OK， 都分享给我了。总而言之，给你钱。是啦，谢谢啦。来，鲁文新之牌具。省思败战。劲草向疾风，神思化成泥。赤胆不会念什么中心，因为不会念不选那个。我要劲草向疾风。但你娘，听说重点在前三个字，打日马脸小鸡鸡都补不到。凶哎，无勇涅那怎么念盘哦？于尽处，孤石问天改乾坤。洞悉来日识命运。天改乾坤，早记在鸡汁，给你钱。鸡汁哦，好了，那你就吹鸡汁啊。崛起，崛起深渊里，彻雨可新生。十几年来生日当天，家人买蛋糕庆生啊，不对，今年是我妈农历生日。RDRRC，RDRRC。所以啦，崛起深渊里啦。台湾也有很严重的问题，比如政府压榨重机，但还是给你钱。不会，你写成政府压路机。そこにありては登るほかなし。机资。不是这里。
リブシ。Kito 4478，恭喜，生日快乐！这海边有水。给你钱。我想说什么？给你钱钱。待たせてしまったな。里の皆が心配です。海の南にある村が襲われました。南のあの村か。そこで捕まったのか。魚の死骸の中に隠れてたのですが、すぐに見つかりました。どうか里のものを。酒井家が代々守ってきた村だ。必ず取り戻そう。什么东西？又有谣传地点，解放岸边村。哇，他从那边被带来这边砍呢、欸！天哪、啊！给你钱。Pancake 有了，不愧是十二点。果然过了之后，大量发生。Q A Z S D 眼界。哦 ，Naski。在拉赞，他小了。武者挥毫，有如书法大师以血挥毫一般，好像酷哦。家族的逃亡，谢谢60。这武器是不是看着强？嗯，比我想象还要普通嘞。普通。我想胡。胡啦！胡啦！漫游者关口，我看一下现在是怎样。2468。给你浅钱。哇！等等组优配。什么邓邓主 U 配？好耶！十二点过后，突然之间发大财。今天是6月6号吗？
さあかかってこい。かかってこい。わあ。我在借宵夜，所以给你钱。注意啦！助けてくれ！逃がしてやる。过十二点了，我要讲点二十八的给你。今度に抜かれた際に捕まって。刚刚就说给钱会传染吧？聊天是说您的通通等着被传染。大綱と海麦の舞台に兵糧も送りやすい。奴らは壁を破り、中の者を殺して回りました。敵は撃つ。お主は逃げろ。逃げろ。不愧是感染。又多一个人，好爽。看一下，往上面。大家都在给你钱，所以我给你钱。羊群效应。今天我加薪，给你这个月加薪的钱。哦，好爽啊！这加薪的钱。聊天是奥运仙女散花钱，威力踩雷中，我先预缴祝你中奖。虽然，虽然你祝我中奖，不过我现在其实不知道我要去哪里，因为微妙。不给你钱，阿干，我怎么就管不住这手呢？嘿嘿。我怎么就管不住我这只手啊？啊，东西在哪里？咦？我妹说给你钱。谢谢你妹。哪里？这不上去。钱钱大量发生，给你钱。想发大财耶！突然之间，金根主场。这么高啊！啊？这个是什么？这好像很特别。我が家は代々白染めを扱っています。白だ。お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてで。友と呼べるのは染料とハケと漆と布くらいです。ですが城郭の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分の素材をお持ちくださればあなた様の表具を冬の神のごとく白く染めましょう。エイサーアーサー感じ屌送九尾狐本当好看。猛虎には白き冬の神に見えるはずです。优雅路人。我刚豆内撞车赶林德。月色杀手，啊，白色的好看。また頼むぞ。哦，就是这两个，白染商人，白染商人还有特别弄出来。どうぞ。好极了。
哈吉拉，哈吉拉。复议。ここでしか見られないものばかりです。没货。我が家は代々。我が家は代々。应该是没了。没搬上了。A A O O 做薪水小偷。杀回来。A A O。倒地哥。何を思案しておる？厄介事か？今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を静め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。这难道就是豆内的共识性吗？没有原因，无法解释。四。快！狐狸窝，哎，那狐狸窝旁边怎么办？先开了吧，兄弟，把你捆了。方便动物朋友。啊！Welcome to your coastal jungle. Japaripa.静默户，暑假到了，做餐厅的柳豹。辛苦了，辛苦了。暑假到了，做实况的，一点感觉都没有。我尾桥啦，感谢。
么多牌具，日籍牌具。省思和平 ，Peace Walker。隐处偷得气，寻风速速行。愿心护万民，当然是行风，这是什么？寻风速速行啊！怎么可以不竖起来呢？冰泉冷处镇六神。那字怎么念呢？长袭入林风，清药尽洗复其爽，吼，当然给他爽起来了。纵马疾驰去，起路千转行。春草又一新，那是春草又一新呢、啊。哦，吹き寄せば。寻风速速行，清药尽洗复其爽。今こそ後の春草みなかみなら。鲁文牌具，和平头带。我来戴个和平头带。Peace Walker， 哦，白的好看。叛徒之力，最后的佩戴者是过去的儿时好友，当今的对马叛徒。哇，一当皮斯沃克了，我要变白帅帅，优雅寻路人。哇，好看。一身白，好远！哎，神社，赞哦！从那边过去。那个是什么？这里好漂亮。春瀑神社。青蛙又是这个恶心地呱呱。什么？我靠！好酷啊！我才不要给你浅钱呢，哼！浅钱了，哼！好，想办法上去这个春瀑神社。那里你很美呢，干
哇哇耶耶耶耶耶有什么困难发抖。紫杉木。那个秘境探险。下去，神色不是应该往上？这里，水神物，蓝姆，这可以回到路口。他这边呢？你干嘛？来了，OK。更容易施展招架，完美招架，完美手，我干这么强吗？延长那个时间。蒙古兵虽多，护迪诺夫背后来，你是有多屌？主要是近战在用。他如果有像那个，就是一些装备游戏，可以直接设定一键叫出主键的设定，我喜欢的那个护符，跟我喜欢的装备，跟我喜欢的 skin， 这样按一下就可以切过去。封神的秘密，恐怖力量，旁边螃蟹海滩，看到狐狸窝了。
他不理我。狐狸也会跳。那只狐狸会变成上面这只狐狸吗？我没有啊，靠北，我坐在前面的摸。好了，结束了。在那个山上，煎熬的清酒。賢治の酒があれば火の打ち所がないのだが、長話を聞かねばならぬか。随了。好了。应该是全解了吧？终于干干净净，随啦。好了，这个岩原地带已解除。又要重新开始了。哦，感觉还有好多东西哦，我的天哪！他刚刚说那个机肢在哪里？这个。绳子可以走。想骗？嘿，何があったのだ？なんともひどいお話ですよ。
先はどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。あだを打ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。福士长，全部人死光光，悲痛的结局。重疾护符，ウムギ谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。行ってみよう。あ、去一趟黄金寺。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。いや、廢話。どうかお気をつけ。カッパをご存知ですか。本当にいるんですよ。なんだと。あの妖怪がなんと若島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。何と、富有的穷人，台光客栈，解放金井寨。有点尴尬。赤岛村，想要去解那个怒。可是其实差不多了。他这样标是表示这边还有吗？不知道欸，这几个都超麻烦的。要特别开封去走。有点懒的就是。看一下技能。两。或许可学驾驶比较好。哇，这好像痛哦！自动防御，怒涛连击，流水，
惊人速度，刀不停。怎么办？其实我不知道学什么了，就学什么都差不多。学自动反击，自动招架。哎，这要一耶，那我学这个疾风飞踢。好了，我跑到赤岛村头，看一下那个怒武人文学。我这边长相一定有苍蝇的东西，様、さあこちらへ御作の伝承を語りましょう。叮咚叮咚叮咚。六六地点一根筋。咚咚咚咚，这是什么？哎，这个是不是会给我那个钥匙？坐下聆听。御作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓、物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、
よろめきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して御作の憂を哀れみし物の負の亡霊の月仕事刃を振れば手早なりあらゆる賊を切り捨てるその後は賊を見る者なし後の年御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけそれぞれが鍵一つを持ちて守る今再び対馬に害をなす者あり百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと不倒的无座鎧は隠されたままかですが猛虎が動いております里を襲っては鍵を求めているとかどの集落に鍵があるのだ青い飯島久田小清水小浜八幡です鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られると言います猛虎に渡すわけにはいかぬなその通りでございますその通りでございます从六座农舍里取得钥匙我直接标耶可是我比较想学怒弱者海滨、哦、逆者海滨啊，拍摄影10公里也太远了。よし、影。ノリオだ。だが他の層がおらぬ。太高。ご遠慮なくご覧ください。突然之间让我长弓可以升级，哦，是这个颠熊，直接路过来，不重要了。有点酷哦！普通酷。我们豪华，双剑。尋常に勝負中央は不定
颠倒墙。早田聚落，哇，好多！哎，大型聚落啊！我想要去解那个就好了。这是什么？不倒的无座继续故事。爸爸，明天再解，明天有开的话，现在要先解那个。要打下去又是十分钟左右。叛徒的躲避点，妈的，怎么跑都有那个呢？都有据点。よし。以攻重攻，震慑敌人。苍川地区，更神兽，又是一个全新的探勘，探都探不完。それはヤリカワの音量に違いね。お気をつけくだされ。元ヤリカワは危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこのありさまで。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを切ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり、憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども、公は志村の勢いを妬めり、修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。末後の息で時より子を苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より子への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より子の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、
恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。传承，看来今天把这个学完就可以休息了。お気をつけて。槍川の民は酒井家への恨みを忘れてはおりません。昔の話である。あなたにとっては。是这个吧？跟着这些白烟走吧。大和你484送七力鬼分身，送七力，谢谢订阅。这儿，哎呦，那边好红。烟是哪个？那个吗？避难营地。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか？叛徒平太郎人在附近的营地了结他的狗命。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。了结他的狗命。哎，他刚刚不是没看到这些人吗？从那里蹦出来，太恐怖了。酒井様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？モアコの患者だからさ。前は行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モアコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。平太郎快点。我官太郎。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるのでうまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。找出旧仓川的白烟。哎，不是啊，所以又要我找。哪来那么多白烟嘞？这里很白，蛮漂亮的。
哪里？应该是。かけろ、かけ。で誰かが文を残したな。消滅。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。へい。ああ、人民猛虎いて。いや。あなしょ。今までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。乖乖承担自己。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。找出苍川的白烟，看我一直找白烟，我怎么知道白烟在哪里？在哪里？快点，上！还有高处还是？社がある。不眠がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。近い。どこだ。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、槍川の武士の兜。遠离，你再不出来，我把你家东西干走了。社に備えられていたものだ。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の旗がある。槍川家の武士に生き残りがいた。
正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ナムさん。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい、終わらせる。終わらせる。出産次は一回やったわ。もし。金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。我觉得你怪怪的。神之园开满白花的美地，哪里？哪里有开满白花的美地？哦，哪里吗？你就一堆虫。音量が欠けていきました。公口尾鱼。姿を見たのか？行き先は？金剛の庭の方です。不気味なほどホタルが集まっております。お、酷。NGS。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。苍川の怨霊早上。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ？乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。また現れよって。
見極めておれ。これで終わりだ。違う、死ぬのはお前だ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。会怒舞的。大白族的复仇，死去。水啦。好了，今天的目标打完了，爽啦、啊！不昧之眼、小次郎的六把刀跟不倒的五座，下次开台可以打不倒的五座。传说，想要这个烈焰刀哎、欸，这烈焰刀好像不需要那个燃油哦，那可能还是需要。学鬼神掌。好了，今天就到这边了。看一下存档点四，苦难之死，为什么点熊在这里？看一下，看来是跟白金之心同类型的替身啊。超。哦，爽超！ノリオだ。だが他の層がおらぬな。私は方針らを探して連れ戻してきます。弓の手入れをいたしましょう。我らの助けを。弓を強くいたしましょうか。天下無双の弓ですよ。天下无双的好弓。では、今回はな。さあ、お納めください。对马李长国。李长国。好了，今天进度其实不错。嗯，下次有开就是那个吧。我觉得还是地图上面的支线跟小东西先解掉了，然后再去解大主线。反正现在不用救舅舅了，舅舅没有在那里等我了，我可以慢慢打。好了，先到这边了。有开就会发 Discord 啊。没发呆就是不会开了。好了，感谢观众，再见。